どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッド・アトランティスですね、やっていきたいと思います。いやー、前回の雲がねちょっと、きついわ。もう、クソグモどもはごめんだぜ。いやー、あれはちょっと、心臓に悪い。ここから出る方法を見つけよう。さあ、脱出しないとね。よし、向こう行けるかな。お、行けそう。気をつけろ。任せろ。はい、任せとき。やば。気をつけろ。落ちそうだぞ。分かってる。気をつけまーす。はい。いや、落ちたねー。いや、そんな感じ。おお、マジでマジでマジで。いや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 。やべ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 。ああ、やべやべ。いい感じね。計画通りだ。ナイス。さあ、どうやって下に降りる？おい、待て待て。よし。これこのまんま。だよね。そのまんまでいいよね。最後の一滴までだ。やつら何してる。建物ごと燃やし尽くせ。ああ、やばい。サリーすぐにここから出るんだ。証拠をなくす気か。か、完全に。ああ、いや、雲のせいかな。つけろ、燃やせ。やばいやばい。ああ、クソ、嘘だろ。追い込んだぞ。頼むぞ、サリー。やばいやばいやばい、崩れてきた。なんだよ。よし、サリーを探してくれ。待てよ、サリー。これか。よし、これでサリー来れるぞ。焦りきちゃってんのか。行くぞ。急げ急げ急げ。よし、ほらサリー行くぞ。ほらほら、行くぞ行くぞ。ちょっと待った、上か。手を貸してやろ。あー、銃が邪魔。おい、ダメだ。閉じ込められた。どっかから抜けられるはずだ。どこだどこだ。あ、はいはいはい。てめえ、よくも。こっちだ。行こう。早くこっから出ないと。丸焼きやいや。確かにね。大丈夫大丈夫。向こうで落ちよう。そうだね。よし、俺も行く。足元気をつけろ。いやー、やばいやばい。あー、燃えてきてる燃えてきてる。とりあえず上で落ち合うしかないか。ほい、よっしゃー、危ねえ。あいつら燃やすとかひでえことするな。やば。くそ。お前行け。焼けろこのクソ。
前ら味方も残ってるぞ。あーそこ通れない、マジか。どこだどこだ、あった、あれサリー、あれマジでサリーどこ行った、この下だ、もうすぐだ、え、え、あ、あったあったあった、待て上だ、置いたサリーか、うわーダメか、今んとこ、うん、そう、サリー、たまった、助けてくれ、やったな、見せろ、貴様、やばかった、行くぞ、まったく、いやー、ボロいからねえ、そういうことじゃなかったの、危ねえ、危ない、サリー、手をくれ、よし来い、よし、無理な、こっちだ、単純に飛び越えれなかっただけか、まったー、サリー、サリー待ってろ、今行く、危ない危ない、やばいやばい、よし大丈夫だ、行け行け、やばいやばい、どんどん登れ、登らないとね、とりあえず急げないと、これ降りるしかないか、だろう、何も見えねえのは、待て待て見て、うーんだよね、よし、焼け落ちるぞ、排除しろ、あとは、あちゃあちゃあちゃ、あとはいいかな、お、開いた、さらに、でもこれどんどん上に上がっていってるね、
い去れ。捕まれ。行け。いやーやばいね、どんどん上に。なんてことだ。塔が崩れ落ちてくるぞ。やばい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 。こっちこっちこっち。やば。やばかったな。大丈夫か。ああなんとか。参った。ほら、ちょっと待ってくれ。俺はお前より25年も人生経験豊富なんだ。何言ってんだ、まだまだ現役だろ。奴ら逃げたことまだ気づいてないさ。そうだった。なあ、真面目に少し聞かせてくれ。なんでこんなことになったんだ。おい待て待て待て、また俺は若くないとかなんとか言うなら後にしてくれ。ネイト、奴ら本気で来てるんだ。だから奴らに降参するっていうのは。俺はそんな話なんてしちゃいない。じゃあもうおっさんみたいな態度はよしてくれ、頼むよ。ネイト、お前とはもう20年になる。俺はお前を見捨てたりはしない。絶対にだ。ただ俺たちは人生の無駄遣いをしていないか。お前はどこか気負ってしまっていて無鉄砲になってる。お前ならわかるだろう。殺されても知らんぞ。畜生。まあ死ぬ時は俺も一緒か。ああやばい。なんだ。勝った後クロエ。俺らがつけられたら。クソ、二人も危ないな。警告しよう。ああ今すぐシリアに行こう。車の場所は覚えてるよな。俺にはもうチンプンカンプンだ。さあシリアに着きましたね。次の日の夜、めちゃくちゃ移動早いな。クソ、まだどっちにも繋がらない。やばいことになってるかもしれない。結局シリアも自分たちで攻める感じか。ツアーのバスが来るまでまだ 2,3 時間はある。それじゃ急う。チェーンが切られてる。オーケー、つまり誰かが先に来てるってことだ。俺たちが死んだと思われてる限りは敵の不意だってつける。これチャンスだ。だな。じゃあこっそり入って監禁されてるクロエたちを見つけよう。もし生きてればな。ネガティブなこと言うな。いいか、奴らは人質を取るタイプには見えないだろう。今はとにかくベストな展開になることを信じよう。カッターとクロエを助けて4人でこっそり城から逃げ出す。そう、こっそりな。ありえるって。うん。さあ、まあ確かにね。サリーもいい年やからね。ここから登れる。じゃあ俺はここで待つ。待ってろサリー。大丈夫だ、さこい。あ、銃は全てなしか。いやでもさっき使ってた銃は使い勝手良かったな。どっちともね。おい助けてくれ。おいおい、反対側に何があるかわからない。ねえ、それは言えてる。登って偵察してくれ。安全なら知らせるよ。よし。安全ではなかったね。平気か。危なかったけど今のところはだね。
これで侵入は成功。もうかよ、はあ、完璧だね。もういるのか。行くか。ちょっと待って。誰だ、ここだ。はい、追いかけろ。つまんな、普通にミスったわ。堂々と戦え。お前がね。やばいやばいやばい。自爆してるんだよな、さっきから。さて、こんなもんかな。うん、こんなもんでいいね。よし。ああ、パラか。来い、誰もいない。一体何してた。いつものことさ。すまんな、ミスった。よし、手伝ってくれ。さあ、連打。消耗か。これもよく考えたよね、仕掛け的にはね。よし、こっちだ。いやー、サイレンサー付きの武器欲しいな。サリ、ここだ。下がれ。隠密しろって言う割にはサイレンサー付きないからね。これを やっぱそうなるよね。これで、あら、もうこんなもんいる感じ。よし、ちょっと待て、見てくる。とりあえず登って、やば。いや、隠密する暇がね。こんなもんかな。あ、お宝ゲッチュー。なんかお宝も結構きれいめが増えたよね。あー、潜れたわけね。で、上か。こう行って、ここだ。下がれ、鍵を打つ。特に大丈夫そうやね。くそ、なんてこった。サーリ、助けてくれ。ナイス。
サリーもなんだかんだエージェントだらけだ。カッターとクロエはやばいかもな。打って綺麗に当てるからね。どこなんだ。上か。いや、ここじゃない。左かな。ん、ああ、隠れるだけか。脅かすなよ。フランスじゃなかったの。助けに来たんだよ。何から。捕まったこと。死んだとか。え、なんで。フランスでタルボットの奇襲を受けた。罠だったんだ。お前たちもヤバいかと。確かにヤバいけどね。まいったね。だったら少しは静かにしたら。でも何があった。何回電話したと思ってるんだ。そうだ、お金をチャージしないと。プリペイド携帯かよ。海外の料金すごいの知ってんのか。え、私の壊れてる。またか。ああ、会えたんだからいいだろう。こいつを見りゃすぐに上機嫌だ。全部書き留めてやる。エリザベスの情報機関はここまで到達してた。しかも奴らは何らかの秘密結社に属してたらしい。イギリス情報部員やシークレットサービス、ヘルファイアークラブ、ゴールデンドーン、全部繋がってた。じゃあジョン・ディーは。フランシス・ウォルシンガンもウォルター・ローリーもドレク教だって。そう、みんな関わってたんだ。彼らの目的は権力、スパイ行為や策略で敵をコントロールすることで。お前ら。待て待て、ちょっと待て。つまりマーローたちは400年前から続く秘密組織に属してる。とっとと結論言ってくんねえかな。ねえ、もう行かないとまずいわ。ああ、分かった。ほら、見ろ。クオドエストスフェリオス。エストシクートクオドエストインフェリオス。上のごとく下もしかり。そう、それが全ての鍵なんだ。この城で一番高い場所に行こう。では参るか。お見事。この手がかりで地下室の道が分かるはずだ。と入り口はどこかに隠れてるんだ。いや、何かありそうだね。あれが一番高い塔だ。よし、ただ渡ればいいのか。危ない。くそ、くそ、くそ。やっぱ待ってたよね。それで塔に行くには奴らを倒すしかない。それでこっそり出入りする計画はどうなった。何、今さらやめられない。はあ、こんな近くまで来て。別の道を探すんだ。奴らはここだ。絶対に見つけろ。捕まえたらいたぶってやるぜ。あとの二人はタルボットがフランスで始末した。おお、ファル来たか。んじゃ、おねんね。で、そうそう、もうちょいこっちにね。誰だ。あのさっきまだいるだろうね。あそこが邪魔やな。なんだ。マジで。味方のせいで見つかったんね。手榴弾、手榴弾だ。敵の国よ。
かするか。当たってない。危ない。当たってない判定はやばくない？あの上ね。塔の一番上に行ってみましょう。相手はファル使ってるのか。ゲートだ。よし、肩手を貸せ。ついた。もっと。よし、下げろ。さあ、次。ついてこい。よし。違う銃だったのか。グレネードか。あー、AK 多いね。AK に切り替えるか。弾がこんだけ多いなら多分ボス戦的な感じだろうね。うん、じゃあ上行きますか。ちなみにこれは持てない。ここ行け。お前の負けだ。おい、どうした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 。ちょっと待った、ついてこい。すっげーせわしく逃げていったやつはいたけど。これで仕切り直しやね。ここ行け。なんで肉弾戦？痛い。注意して。危ない。三角押してるのに、うい。痛いな。そしたら大量にいたから。まったく。あれ意外といない。痛い。いやあのさ、隠密なのか何なのかちょっと分かんなくなってくるね。むずけえな。急に。よ、
やっぱ。ああ、はあ。そういうことね。はい。痛いね。ちょっと待った。それはちょっと。狙えるもんで。ふい。上か。やーば。やってるよ。やってますって。さあマグナ、はあ、ありがとう。おかげで助かった。ふい。で、次は上でいいんでしょ。さらに上はどうやっていくかだよね。銃じゃダメ。肉弾戦だけね。いやー、そんなそれにこだわらなくても。こっちで来い。いやー辛いね。なかなか大変よ。おい、援護を頼むぞ。急いでみんな。いい。おい、格好の標的だぞ。こっちだ。わかるか。上のごとく下もしっかり。ここが正しい場所だ。だが何の正しい場所だ。十字軍は地下室の入り口を見える範囲に隠したはずだ。待ってくれ。ああ、見ろ。同じシンボルが地図にあった。これのすぐ隣。そうか、クグマザ。北極星だ。夜空の不動の一点。あれを追って城まで行くのか？隠された入り口を示してるんだろう。見せてくれ。了解。さっさと見つけよう。スコープを使え。心配ないって任せろ。コグマザのスコープを使わないなら返してくれ。俺が探す。俺が使おう。はいはい、はいはいはい、見つけた。よし、入り口を探そう。北極星の真下にあるはずだ。
これだ。見える範囲に隠れてた。あん、ちょっと待ってくれ。早く急げ。ねえぞ。ん、危ない。下がるな。走るしかないよね。急げ。いやー、 RPG 使ってきたか。こいつらイカれてる。こいつら何してんだよ。ここを破壊しちまうぜ。とにかく進め。もちろんそのつもりなんだろうね。あれで渡れる。奴らが撃ってる間はいけない。このままじゃここは壊されちゃう。しつこい奴らね。あとはちょっとサリー OK。 いやまだあと一人。すぐに移動しよう。よし、これで OK。 よし、行け。よし、もう大丈夫だ。ファイヤーへ。やっぴー。自力で行くしかないね。レイド来るんだ。走れ。おい。まあとりあえず入れたね。はあ、どこだ。おいおい、下だ。大丈夫か。はあ、道を探して合流する。気をつけて。ちくしょう。おいおい、こっちだ。壁を横切って。あの塔だ。サリーが来るよ。ね、大丈夫だ。見てみるよ、あそこだ。調べてみよう。いや、やめといた方が。って聞いてないし。うん、じゃあ行きますか。静かに行こうぜ。離れるな、奴らを捕まえる。横はいない。危なかった。中央は。今のところは大丈夫そうだね。だいぶ見られてる気はするが。なんだ。何か見えたよ。バレたか。まったく。見つけるの、見つけるのうめえな。やべやべやべ。やばい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 。ダメージが、ダメージ高い、ダメージ高い。あー、きつい。やべやべやべ。おい、
わあ横か。はあ本密ねえ。え見つかったの？あ見つかった状態からね。状態からか。しかも弾がほとんどないっていうね。弾切れ。マジか。いやーこれ。いやタフすぎん？マジで。いや。君、頭ヘルメットなしでも強すぎない？やっとだ、やっと。そんな強すぎてどうすんの？はあ、とりあえず上行くか。強かったなあマジで。いやほんと強いね。やってて思うけど。了解。おう、これはそうだ。いや簡単じゃないと思ってた。待てよ、千年前は倉庫じゃなかった。いや違うんだ。何か見落としてる。おいちょっと待て、ゾウだ、わかるか。片手が上、片手が下。ああだろ、上と下だ。同じテーマの繰り返しだ。また手がかりのパンくずか。確かにそうだな。スコープで見てみよう。そうだ、どうも。このマークを探せってことか。おい、またあの記号だ。やっとスコープボタン出たね。おそらく今回は空じゃなくて地上のどこかだ。おそらく城自体に何かある。何かの紋章か記号か。やっぱこの上から見つける感じか。特には
城の下に何かがあるに違いない。何かの紋章か記号か。それっぽいやつ、それっぽい。待って、これ？おお、そこだ。なるほど。上のごとく下もしかり。ああ。じゃあ今度はスコープを上に向けろ。何が見える？こっから。ああ、この柱だ。おお、マークがあるね。よし、行って調べてみよう。途中でサリーとクロイに会おう。あっちにいたぞ。くそ、見つかっちまった。勝った。これ以上ここにはいられない。移動しよう。どっから出てきた？おい、サリーだ。さあ、いいぞサリー。いた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 、いたいたいた。無理やね。やべやべやべ。いいぞサリー。問題があるのデカブツなんだよな。落ち着けねえと。落ち着け。君たち、いや、ほんと、よし。すげえな、マジで。きついな。よえ、びっくりしょないよね。さあ、弾ちょうだい。ちゃ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 。痛い痛い痛い。マジどこいんだよっていう感じだね。どこどこ、どこに二人。ほら、あの塔から柱にたどり着ける。さあ、あいつらと合流しなければ。はあ、グレネード欲しいな。ああ、なんとかな。最後、分かったかもしれないんだ。二人とも大丈夫だな。お前らもな。そう。よし、この壁だぜ。よし、地下室への入り口があるはずだ。ロレンスは日記に何て書いてるの？何も。彼もここまでだった。先へ行けそう。象徴的に門には2本の柱が使われてるはずだ。なるほど。どの2本だ？それに門ってどこへの門？まあ、別世界とか神聖なる地とか始まりの場所かも。うん、それワクワクするね。まあここ多分別世界はご近所だ。あたりだよね。
いや、よこすんだ。よし、日記も渡せ。ありがとう。ドレイクを信用するな。俺、コットをさあな。撃つな。くそ。いないぜ。どこ行きやがった。おい、カッター、無事か。おい、カッター、なんだこれ。おい、見ろよ。おいおい、一体奴らはカッターに何をしたんだ。でも命を奪うつもりじゃないと思う。ちょっと何。カッター、俺だ、わかるよな。おい、先を急ぐぞ。いいな。触るんじゃない。触れ、近寄るな。誰も触ってないでしょ。あの針、何が塗ってあった。青の皮が剥がれてるぞ。ああ、何が塗ってあったにしろ、言っちゃってる。カッタ、聞け。どうした、大丈夫。失せろ。俺を連れてくのか。誰もどこにも連れてかない。いいから、私たちと一緒に行きましょう。行こう。床が溶けてる。ここにいちゃまずい。動いた方がいい。どこへ。ああ、とにかく地下室への入り口を見つけないと。そうか、じゃあ手がかり。さっきカッタが見つけたわ。何かわからないけど、魔術師の魔法の杖。おいおい、あの日記がなきゃ見つかるわけがない。待て、考えてみよう。よし、ヘルメティックはギリシャ神話のヘルメス、つまり柱で。それはみんなわかってる。知恵の七柱か。慈悲と瞬間の狭間に。待って、多分ずっと勘違いしてたわ。柱と柱の間じゃない、真ん中の柱ってことよ。バランスだ。何。カッターの方にあったわ。対極にあるものの間の中央の柱、黒と白の間、水と火の間、女性と男性の、つまり中道。中道。これだ、サリ、手を貸してくれ。よし、行くぞ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。いえ、大丈夫、よかった。ついてきて。ああ、よし。上への道も下への道も同じだ。そうね。よし、来た。こっちよ。さあ、カーター、ちょっとやばいけどね。チャプター9、混乱の始まりということで、今回はここまでにしたいと思います。いや、ちょっとやばそうやね。ということで、そうですね、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。